出張。いつ？土曜。だから何？荷造りして。自分でやれば。お前の仕事。あれがない、これがないって文句言われたくない。言わない。出張どこなの？関係ある？別にいいけど。子供に土産いるか聞いといて。自分で聞けば。今日も遅くなる。わかった。ご飯は？いらない。はいはい。金下ろしといて。いくら？20万。は？後で清算するからいいんだよ。今までそんな額持ってったことないでしょ。借り受けが間に合わなかった。本当にそんなに必要なの？仕事のことに口出しすんじゃねえよ。出たよ、そればっかり。家にいるだけの無能が口答えすんな。それが本音なのね。黙って家事と育児しとけ。こんな冷め切った関係続ける意味ある？帰って部屋が寒いのも風呂が沸いてないのも困る。まるで家政婦ね。ただ飯ぐらいなんだからそれぐらいやれ。あー、ただで食べるご飯は美味しいな。わかったら黙って準備しろ。私はゆりか、28歳の主婦です。結婚5年目で4歳の男の子がいます。ご覧の通り夫婦関係は冷め切っています。きっかけは夫がほとんど帰ってこなくなったことでした。土日も黙って出かけて家にいるときは飯か風呂くらいしか言葉を発しなくなっていました。仕事と言われればそれ以上何も言えないし我慢するしかありません。4年間たった一人で育児と家事をこなしてきたのです。女がいることは安易に想像できました。ただ相手がわからない。証拠もない。更新状をつけるお金もない。行き詰まった私はこの夫の出張に全てをかけることにしたのでした。翌日。ねえ、土曜日って暇？ごめん、予定があるの。私誕生日でさ、友達がお祝いで旅行に連れてってくれるんだ。へえ、よかったね。うちの子預かってくれない？だから予定があるんだってば。頼れるママ友はゆりかさんくらいしかいないのよ。でも無理なものは無理。その予定の時は自分の子はどうするの？実家の母に預けるけど。じゃあうちの子も一緒にお願い。はい。ママ友でしょ、困った時はお互い様でやってきたじゃない。私が預かるならいいけど母には頼めないよ。何かあった時に責任取れないもん。大丈夫よ、子供同士遊ばせてればお母さんもその方が楽でしょ。さすがに孫見るだけでも神経使うと思うから無理だと思う。ケチ。ケチで言ってるんじゃないの。だったらあなたの実家にうちの子を置いてくるしか方法はなさそうね。やめなよ、そんな LINE 動画みたいなこと。何それ。非常識なことはやめろってこと。だってそうしないと旅行に行けないじゃない。旦那さんに頼めないの？旦那は出張だって。そうか、ご実家遠いもんね。そうなの、私だって一人の人間として人生を楽しみたいのよ。それはわかるんだけどごめん、私も人生をかけた大事な一日なの。え、何それ、まさか浮気とか？そんなわけないでしょ。私の誕生日はゆりかさんにとってはその程度のもんなんだね。よくわかったよ。明日から毎日生ゴミをあんたのチャリのカゴに入れてやる。やめてよ、ママ友にも誕生日を邪魔されたって言いふらしてやる。なんでそうなるの？私は思い通りに行かないとイライラするの。まるで子供ね。絶対に旅行に行くんだから、どんな手だって使ってやる。出張当日。寂しくさせてごめん。はい。ゆりか、愛してるよ。いきなりどうしたの？今日何の日か覚えてるか？覚えてるわよ。結婚記念日に出張になってごめんな。まさし、いつも悪いと思ってるんだ、冷たくしてごめん。いいのよ、そう言ってもらえるだけで私救われる。なんて言うと思いますか？え、罰ゲーム中なんでしょ。あっち向いてホイで負けたら配偶者に思ってもないことを送るってやつ、笑いながら LINE してくるんじゃないわよ。何言ってるんだよ、俺は真面目に仕事してホテルの部屋で一人でテレビ見てたんだ。あ、そう、私隣の部屋にいるけど横にいる女誰？え、隣って何？わざわざ北海道まで来て個室居酒屋なんかではしゃいじゃって、みっともない。お前どこにいるの？さあね。 GPS 盗聴器どうかしら。まさか本当に隣にいるのか？あ、来ない方がいいよ、大声出して通報してもらうから。待て、落ち着け、会って話そう。もう顔も見たくない、私のママ友と浮気するなんて最低。これは違うんだ。まどろっこしいわ、翔子さんも呼びなさいよ。翔子って誰のことかな？しらばっくれても無駄、あんたらのラブラブツーショットはすでに撮影済み。マジかよ。
あんた子供をうちの実家の玄関先に置いてきたでしょ。あんたがイエスって言わないからでしょ。一人も二人も変わんないのに。それは預かる方が決めることで、あなたが言うことじゃない。今頃仲良く遊んでるって、明日には帰るんだから一日くらいいいでしょ。ママママって泣いて大変らしいわ。泣かせといていいから。ひどいママね。っていうか言うことないの。何が？人の旦那に手を出しといて謝罪の一つもないのかって聞いたんだけど。ウケる。手出してきたのはお宅の旦那です。そうなの？いやどうだったかな。歯切れ悪いわね。いつもみたいに悪態ついてみなさいよ。まさかお前がこんなところまで追いかけてくるとは思わないじゃないか。動揺するに決まってるだろ。尾行するだけで美味しいものなんか全く食べられてないし、最高にイライラしてんの。逆ギレしてくんじゃないわよ。わかった、ユリカ、今から飯食いに行こう。はぁ？私はどうなるのよ。なんで嫁を選ぶわけ？今黙って。今からホテルでシャンパンとイチゴでプリティウーマンごっこする約束でしょ。あらまあ素敵ね。プリティじゃないウーマンとリチャードギアに土下座しても許されないほどのブサメンが映画ごっこ。笑わせないで、払いたいわ。ちょっとバカにするんじゃないわよ。ごめんごめん、想像したら滑稽すぎて涙出てきた。ユリカ、これはなんていうか気の迷いっていうか、お前とうまくいってなかったからつい魔が差したっていうかさ。は？気の迷い？私の誕生日を最高のシチュエーションでお祝いしたいって言ったのはあんたでしょ。見つかったんだから続行できるわけないだろ。血は喧嘩はそっちでやって、目の前にいるのにわざわざ LINE で喧嘩することないでしょ。そうだけど。これでやっと吹っ切れるわ。何が？あんたとの離婚よ。待ってくれよ、俺は離婚する気はない。黙る。俺たちはきっとやり直せる。君のために最高のシチュエーションで結婚記念日を祝わせてくれ。は？何それ、私はどうなのよ。お前は黙ってろって言ってんだろ。自分だって旦那にバレたらアウトなんだから、じっとしてろよ。何この人ムカつく。あ、今気づいたの？こいつハラス野郎だよ。みたいだね。優しかったから騙されたわ。最悪。とっとと別れな。そうするわ。私も別れるし、こんなやつまた再婚したとてすぐに捨てられておしまいよ。私もそう思うわ。ほんと言動が最低だよね。そうなの、女を見下してるっていうかさ。そう、それ私もさっき思った。でしょ？だから別のホテル取って解散した方がいいよ。で、明日帰って旦那さんに土下座だね。うん、そうするわ。ん？最後の何？土下座しなきゃでしょ、浮気したんだから。黙っててくれるんじゃないの？なんで？黙るわけないじゃん。あなたのことも旦那と同じくらいムカついてんのに。ママ友じゃん。あなたの言うママ友って何？都合のいい時だけ使う魔法の言葉じゃないんだよ。俺からも頼む、旦那さんには言わないでやってくれ。なんで？俺に慰謝料請求が来る。黙って払いなよ。浮気なんてもんはね、最初から500万くらい用意してやるもんなの。今じゃそれが当たり前なんだよ。そんなにかかるの？あなたに200万、マサシに300万ってとこかな。無理なんだけど。それと旦那さんは出張を切り上げてお子さんを警察に迎えに行ってるから。警察？夕方まではどうにか見てたみたいだけど、泣いてしょうがなくて近所の人が通報してしまって、それで事情を話したら連れて行かれたそうよ。着信なかった？知らない番号だから無視してた。旦那からの着信もバレると怖いから無視してたし。困った警察が幼稚園に連絡して、緊急の連絡先の父親の携帯にかけたってわけ。それはやばい。旦那さんから私に連絡があったから、別に隠すことでもないので、お宅の奥さんとうちの夫が北海道で浮気してますって写真を添付してあげただけ。やりすぎよ。人の家庭壊して何が楽しいのよ。先に壊したのは誰よ。あなたが言ってること全部ブーメランなんだけど。後頭部触ってみ。刺さりまくってるから。ユリカ頼むよ、俺たちだけはやり直そう。あなた我が子の誕生日覚えてる？8月3日だっけ。12月21日よ。季節すら覚えてないなんて父親失格どころの騒ぎじゃない。ごめん。あの寒い日に抱いたあの子のぬくもりを私は一生忘れないし、毎年その日に感謝してる。俺だってよく言うわよ。あなたは誕生日の日も外で浮気してたんだよね。私はいいから、陸のことだけでも愛してあげてほしかった。二人とも愛してるんだってば。俺は甘えてただけなんだ。甘えたで済むなら弁護士も裁判所もいらないのよ。弁護士って？母が費用は出すから徹底的に戦えって言ってくれてるの。
養育費も減額なんか絶対にしない。慰謝料も取れるだけ取ってやる。財産分与もケツの毛一本まで半分こしてやるんだから。お前の怒りはよくわかった。言う通りにします。私は被害者だからね。口説かれて仕方なく遊んでやっただけだから。それをうちの弁護士に言ってくれたらいいわ。論破されて終わりだろうけど、あんたがごねるなら裁判よ。わかった、言う通りにする。さて、私はお目当ての味噌ラーメンでも食べに行ってくるかな。後日談。翌日、家に帰った翔子は旦那さんから3時間にわたり説教され、離婚届にサインをさせられたそうです。慰謝料は300万とのこと。私からの分を合わせると、まさしも翔子も500万の支払いとなるようです。養育費は毎月6万ということで、弁護士さんが話をつけてくれました。翔子も養育費を払うそうです。生活が大変そうですね。まさしには身一つで出て行かせることにしました。財産も分与せず私が総取りです。マンションも引き払い、私と息子は実家へ。夫は会社で出張を悪用したことがバレてしまい、離島の営業所に飛ばされたそう。会社にチクったのは誰なんでしょうね。家に帰ってもお風呂が沸いていない生活をどう感じているのでしょう。息子にとってのパパはたまに見かけるおじさん程度なので、精神的な影響がなくてよかったです。今度2人で科学館に行く約束をしました。息子との約束、思いっきり楽しみます。